テニス365の田村です。この動画は1級から上級へステップアップを目的とした動画となっております。今回は曲がって滑るスライスサーブの、レッスン動画となっております。スライスサーブが苦手な方、うまく曲がらないっていう方の特徴としては、回転をかけようとしすぎて必要以上に回転をかけすぎてしまってる。でボールに力が伝わらないので、なんとなく回転はかかってるんだけどうまく飛んでいかないっていう場合が多いですよね。スライスサーブ最初打ってた時は、まあ、回転量だけに意識が行きがちなんですけども、ちゃんと厚く当てるっていうことを意識し始めるとしっかりと曲がる、あと滑りやすくなって、まあ、ちょっと相手を追い込むことができるようになっていきますので、まあ、それをちょっとお伝えできればと思います。曲がって滑るスライスサーブを打つためには必要なことが2つあります。この2つを気をつけていただければ、曲がって滑るスライスサーブを打つための近道になると思いますので、引き続き動画の方をご覧ください。スライスサーブ、打てるようになると相手をコートの外に追い出したりなど、まあ、相手のバランスを崩すのに役立つ形になりますので、まあ、そういったところで、スライスサーブを覚えて、まあ、打てるようになるとサーブゲームがかなり有効というか、こう有利に試合運びができるかと思いますので、まあ、そこを覚えていただけるといいかと思います。スライスサーブを打っていくために必要なことは、まあ、2つありまして、1個目がボールの当て方ですね。どこにラケットをぶつけていくのかっていうのがすごい重要になります。でもう1個は体の開きですね。体の、まあ、回し方というか、まあ、開き具合がすごい重要になってきますので、そこの2つを気をつけていただければ、まあ、スライスサーブを効果的に使うことができるかと思いますので、そちらの方お伝えできればと思っています。曲がって滑るスライスサーブをちょっとイメージしていただきたいので、実際にちょっと打っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。スライスサーブのポイントとしては、当てる場所ですね、まあ、ボールのできるだけ、まあ、横側を触っていきたいんですけども、まあ、真横っていうよりはちょっとね斜め上ぐらいかなぐらいを触ってもらって、でラケットヘッドをそのまま前方向にどれだけ出せるかっていう形になります。やっちゃいけないことは、このままこうやっぱり手首をこねてかけに行っちゃうと、まあ、勢いよくボールが飛んでいかないので、どれだけここのラケットヘッドを前に出せるか、まあ、右利きであれば右側面のところを当てて前に振れるかどうか。で体の開きが大事なんですけども、こういうふうにラケットヘッドを前に出していく動きをするためには、体を必要以上にこう残してしまうと途中でこう止まってしまうんで、最初こうちょっとやる方は無理やりこう回ってもいいぐらい、ちょっと体開いちゃってもいいかと思います。なのでラケットの出す方向、ボールに当てる角度と体の開き具合っていうのをちょっと意識していただけるといいかなと思います。スライスサーブで、気をつけていただきたい。あとはトスの位置ですね。トスの位置は、まあ、ちょっと最初のうちは右利きの方であればボールを右側に上げてもらって、その右側に上げたボールのさらに横を触るっていう形でやってあげられると、より回転量が上がってきますので、ちょっとトスの位置は、まあ、フラットとちょっと変えてもいいかと思いますので、まあ、ちょっとそこも意識しながらやってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。で戦術面としては、スライスサーブに関してはデュースサイドであれば
まあ、ワイド側ですね。ワイド側に、まあ、遅くてもいいので回転のしっかりかかったサーブが入っていくと相手をコートの外に追いやれるっていう形になります。アドサイドに関してはちょっとこう一発でエース取るっていうのは難しいんですけども、まあ、どちらかというと相手のボディ側に食い込ませるっていう形があるといいかと思いますね。ここから打ってもらうと、まあ、曲がる分を考慮してもらってワイドですね、ワイド側かワイドでいうちょっと内側に狙ってもらって相手のバックのボディにこう食い込ませるような形っていうのが、まあ、戦術的には有効かと思いますね。曲がって滑るスライスサーブの要点のおさらいとしては、まあ、2点ですね。ボールの触る角度ですね。ボールの横側、まあ、右利きの方では右、ちょっと斜め上ですね。時計で言うと2時ぐらいの位置を触ってもらって、そのままラケットへとしっかり前にこのまま出せるかどうかっていう形が重要になります。あとはそれをうまくスムーズにやるために体の開きですね。抑えすぎてしまうとなかなかうまく出てこないので、まあ、慣れない方は結構こう打つ時に一緒に回っちゃうぐらいまでこう体開いちゃうというか回っちゃって全然 OK だと思いますので、それぐらいちょっとこうラケットの動きをやっぱり邪魔しない動きっていうのを意識してやってみてください。今回は曲がって滑るスライスサーブのちょっと動画をお送りしましたけども、過去動画のフラットサーブ、スピンサーブ、フォアハンド、あとバックハンドですねの動画は概要欄の URL にありますので、そちらの方もご覧ください。私ですね、テニス365のレッスンですね、普段やってますので、まあ、そちらの方で得た知識とこちらの動画で皆さんにもお伝えしていきたいと思いますので、技術的なことや個人的にちょっとこういったところがわからないっていう方はコメント欄に書いていただけると助かります。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。